しまじろうはミミリンとおやつを食べました。あー、おやつおいしかった。おやつを食べ終わるとミミリンが言いました。お母さん、ミミリントイレに行ってくる。ミミリン食事の後はトイレだね、行きましょう。しまじろうはミミリンを見て、すごいなミミリン、ちゃんとトイレ行けるんだ。よーし、しまじろうもトイレに行くよ。しまじろうよく言えたよね。じゃあ一緒にトイレに行きましょう。はーい、お母さん。よーし。コンコン。あ、誰も入ってないよ。じゃん。トイレだよ。座った。トイレでおしっこできるかな？しー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 。しーん。出るかな？やったー、シーシー出てきたー。やったー、おしっこ上手に出たよ。お水流さなきゃ。お尻ふきふき、紙取ってふき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 、ふう、流れたよ。おしっこができたらパンツを履きょう。ほら、パンツ、お兄さんパンツとお姉さんパンツがいっぱいあるよ。しまじろう、どのパンツがいいかな。僕今日ね、車パンツがいい。車パンツを取るよ。よし、パンツ履くぞ。あ、ミミリはもうパンツ履いてる。僕も負けないぞ。よいしょ。じゃーん、できたー。やったー。動画を見てくれてありがとう。じゃじゃーん。みんな携帯で見てるのかな。見てたらここのあいうえおもちゃのチャンネル登録お願いします。あとはこの白い丸いボタン、これを押してもらうとあいうえおもちゃのいろんな動画が見れるよ。わからないときはあいうえおもちゃで検索してね。また遊ぼうね。バイバーイ。